なんでしょう、続いては感じつけたよ勝田さんなんですが、はい、はい、こんばんは。今の怪しい動きは何でしょうか。今のは怪しくないです、合気道の動きです。ちょっとどうでしょうか。はい、実は合気道、田辺市出身の人物が生み出した武道なんです。合気道ゆかりの地田辺市を世界中の人に知ってほしいというツアーも始まりました。私も巡ってきました。あ、いらっしゃいました。この方が合気道の創始者なんです。束になってかかる弟子たちをしなやかに倒す上芝森平、合気道を生み出したとされる田辺市出身の武道家です。嬉しい。合気道を世界に広めようと尽力し、合気道は現在およそ140の国と地域で親しまれています。こんにちは。この日案内してくれたのは、およそ40年前にアメリカから移住してきた関岡キャシーさん。田辺市で合気道と出会い、その魅力に夢中になりました。ツアーを企画した一員で、普段は田辺市内を中心にガイドとして活動しています。聖地いいと思いますよ。いろいろな国から外国人よく来ますよ。地域を楽しみながら合気道のことをもう少し分かるようになったら一番嬉しいです。まず向かったのは、ここは大事である場所です。何もないですけど、うん、これは聖火です。上芝森平は明治16年に農家に生まれ、18歳になるまでここで過ごしました。体が弱かった上芝森平は水泳や相撲などで体を鍛えたといいます。尊敬の気持ちあります。私の場合では合気道を習って、心の中思いやりとか尊敬の気持ちとかすごく大きいプラスになりました。今は何もないんですけれども、彼のスタートはここでしたので、頑張りたいという気持ちになります。ゆかりの場所で記念撮影。おお、なるほど、はい、同じところなんですね、はい、続いて欠かさず体験してもらいたいというのが稽古です。ようこそ。合気道五段、生まれも育ちも田辺市の五味田純一さんです。五味田さんの父親はなんと上芝森平の直弟子、その技術を受け継ぎ25年にわたって合気道の指導をしています。ということで、お見事、献身お願いします。お願いします。試合で勝敗を決めるのではなく、心身の鍛錬のみを目的とした合気道、体のさばきや呼吸で技を生み出します。教わるのは基本となる関節技。あれれ、一瞬で投げられました。え、けど全然痛くないです。小見田さんは基本を大事にするという上芝森平の教えをもとに指導します。相手が起きようとする力、この力をうまく利用して近い方の足を引きながら相手の手を返していきます。いやいや、タイミングは違うんですよ。強そうですね。力使わないのに、はい、倒せるってすごい不思議な格闘技だなって思います。そうですね。護身術とかでも格闘なんで、はい、練習して身につけたいなって思いました。ここで受ける本格的な稽古は特別だと写真さんは言います。王先生の教えたことはそのままで残ってますので、素晴らしいことと思います。時間が経った場合でしたら少しずつ変わってくる可能性がありますけれども、ここでちゃんと守ってます。やり方はね、ありがたいですよ。最後を締めくくるのは熊野本宮大社です。
上島森平が生涯で250回以上お参りしたと言われています。毎年春に開かれる例大祭で奉納演舞もしていました。上芝森平ゆかりの場所を巡りに田辺を訪ねてほしいとキャシーさんは言います。合気道を体験してこの地方も楽しみながら合気道と上芝さんの考え方も含めて感動ということができたら一番いいと思います。はい、チーズ最後も、はい、いい記念になりましたね。私先日田辺市の本宮町から訪ねたんですが、海外からやってきた旅行者大勢いらっしゃってね、だいぶ戻ってきましたよね。そうですね、賑わってました。合気道海外でもおなじみですから、ぜひこのゆかりの地の田辺にも魅力をね触れてほしいなと感じました。はい、そうですよね。キャシーさんもコロナ禍を経て観光客が戻ってきた今こそ合気道の歴史を感じるため田辺市を巡ってほしいと話していました。はい、また田辺観光協会では今回ご紹介した他にもホームページで上芝森平ゆかりの場所を紹介しています。ここまで和歌山見つけ隊は勝田さんに伝えてもらいました。